受難は続くってことだな。というかあれはどうすんだ。戻ってきた時に倒せばいいさ。く、じゃあな。あ、あれ？ここは？マリサ。現実逃避は良くないよ。なんだと、なんだと、なんだと、なんだと。はい、というわけで皆さん、終わったと思った？みんな思ってるわ。ふふ。題名を信じちゃダメなんだよ。特に、ゆっくり実況はね、敵を増やすんじゃねえ。まあ、そんなことは置いておいて、ええ？もうこの世界がウィザーでめちゃくちゃなので、なので？スカイブロックの真実に触れよう。はぁ？マリサはとにかくウィザーに気づかれないようにブロック集めてね。う？確かにここからの挽回は難しいけど、スカイブロックの真実ってなんだよ。適当言ってんじゃねえだろうな。さすがマリサ。私のことわかってるね。よし、今からぶっ飛ばす。冗談だって。あははは。冗談に聞こえねえ。うわ。すごく動き回ってるぞ。あ。中に入ってる今のうちに。く。爆破音が怖いぜ。とりあえず、木材系でいいか？そうだね。あとは石系ブロックとかかな。まだ石ブロック残ってたかな。じゃねえ。これからどうするのか簡潔に言えよ。え。伝説の陸地を目指すんだけど。ええ？というか陸地あるのか。ふふ。この世界がいつ空に浮かんでると錯覚していたの？実際浮かんでんだろ。多分、スカイブロック経験者は誰もが思ったんじゃない？この地平線の先には何かあるんじゃないのか。でね。確かに思ったけど、あるとは限らねえし。そう？そこなんだよ。つまりあれか？陸地あるかわからないけど行こうってか？さすがマリサ。私のことわかってるね。あとか。ないときはないで割り切ろう。割り切れねえよ。ほらほら、さっさとブロック集めて。むう。時間の無駄にならなければいいんだが。さあ、マリサ、地平線の彼方へ行ったっきり帰ってくるんだろうが。というか、達成項目の品物持ってきていいのかよ。いや、ウィザーと戦って敗戦の時点で項目不達成だし。本当は最初からって思ってたんだけど。よし、この話終わり。じゃあ、マリサ、行こうか。そう。しばしのお別れだぜ。というわけで、コメント返信のコーナー。なんでだよ。この空間がいつまで続くかわからないんだし、しょうがないでしょ？むむ。というわけで、はい。これ初めて見たの中学生の頃だから最終回って聞くとなんか昔が懐かしくなる。わら。中1とか中2の時から見てたなぁ。久しぶりに来たら最終回か、感慨深い。時間経つのって早いよねー。お前なぁ。完結おめでとうって言ってる人に謝れ。いや、まず私に謝れ。ゆっくり実況の題名は信じちゃダメなんだって。それをなんていうか知ってるか？タイトル詐欺って言うんだよ。あ、そうなんすね。軽いわ。スカイブロック、は、終わり？これで終わらせないー。マリサの苦難は続くー。夢で終わらせない。やはり視聴者の中にもエスパーがいるんだね。霊夢の性悪さを知ってるんだろ。まあ、あれじゃ中途半端だもんね。というか、絶対ネタで言っただけだろ。シリーズ完結、おめでとうございます。ここまで長かったですね。新シリーズは完結20年くらいかかりますかね。まだ続くのか、新シリーズが終わる頃俺はどうなってるんだろう。拠点を訪ねるシリーズ、終わる頃には中年になってそう。いやいや、そんなにかからないって。ねえ、マリサ、私に来るんじゃねえ。というか、拠点シリーズは絶対無理だろ。やってみないとわからないじゃない。やる前からわかってんだよ。というわけで、コメント返信終わり。マジで後で謝っとけよ。みんなに。いやいや、うすうす気づいてる方もちらほらいたし大丈夫。大丈夫って言葉調べてこい。というか、もうブロックがなくなりそうなんだが。あ、なくなったら取りに帰ってね。おめ。やっぱり、逃げつつ倒す方法を探した方が良かったぜ。む、なんだ？あのそこの物体は。おお、本当に。あ、あった。霊夢。なに？スカイブロックじゃなくね。今更かよ。